まあしかしですね、その反面プライベートではね、相変わらずの人見知りでして、実はシンガポールから帰ってきた日、メンバーの高山和美さんとね、人狼大会をやったんですよ。でこの人狼大会は前から密かに計画されていたイベントで、この高山和美ちゃんというメンバーはですね、ご存知ない方のために一応ご説明させていただくと、我がふるさと埼玉の宿命のライバル、千葉県は南房総市出身、系統的に言ったら騎士団の綾小路翔さん方面です。方面、そうで、私の2個下で今年24歳になる年ですね。で、そんな高山和美なんですけども、私と同じで未だに地元の友達とのつながりが深いんですけど、あくまで私たちマイルドヤンキーではないんですよ。マイルドヤンキーではないです。で、和美も乃木坂のライブに地元の友達を招いたりしているんですね。で、あるライブでうちの地元の友達がね、和美の地元の友達と多分席が近かったっぽくて、で、なんかそのうちの友達がなんか多分グループの雰囲気似てるねっていう話になって、私に教えてくれたんですよ、友達が。だからそんな話もあって、カズミンといつかお互いの地元の友達を集めて人狼大会をやろうっていう話になったんですよ。それが先日ついに実現したわけなんですよ。で、当日はうちの友達、つまりね、埼玉勢が5人で、カズミンの千葉勢が6人の合計11人が集合しまして、千葉選抜対埼玉選抜みたいな、国体メンバーみたいなねみたいな話をしていて、話をしていたんですよ。で、そもそも冷静に考えると、私とカズミ以外は全員基本的には初対面ですよ。ライブでね、席近かったりしたかもしれないけど、話しかけてるとかはいないので、全員初対面、名前すら知らない中なんですね。で、どうしたかと言いますと、人狼やるにあたってやっぱ名前って重要なんですよ。なんとかさんのここがこうおかしいみたいなのがあるので、だからお互いに名札みたいに白いガムテープに名前書いて、まいかずみとかやってましたね。でも私とかずみんだけいるかなっていう話したんですよ。どっちも多分知ってるから。そう、でもね、きっと合コンとかでもこういうのやんないんでしょうね。でもそういうの女子同士でやって、こういうのやるのかなみたいな話とかしてました。そうやってお互い親睦を深めようとしたんですけども、そこはね、やはり埼玉と千葉、そもそも相手に対して怖い子たちかもっていう意識があったらしい、あった上に、我が埼玉勢は年齢も2個上じゃないですか、カズミンの地元から考えたら。だから向こうは怖いお姉さん方が来たらどうしようって結構ビビってたらしいんですよ。ただやっぱり千葉と埼玉ってなんだかんだなんかノリが似てると言いますか、だから私の友達なんか人狼やっていくうちにどんどん千葉勢と仲良くなっていくんですよ。そう、私の友達結構コミュ力モンスターが多くて、前に一度私の友達、地元の友達2人と私とメンバーの伊藤純奈っていう、その4人で韓国に行ったことがあってもあったんですけど、そこでも超仲良くなるぐらいコミュ力モンスターなんですよ、私以外。そう、だからそんな中ね、埼玉勢のリーダーであるね、私新内はみんながどんどん親しくなっていく中、結局私だけね、心を開けずじまいで壁作りまくってました。そんなこともあって私思ったんですよ、2018年、来年はね、人見知りをね卒業するため、まず人に話しかけられやすい雰囲気を作ろうと思います。具体的には常に笑顔で朗らかな表情をしていようかなって思ってます。で、話しかけても、私話しかけられるとつい身構えちゃうんですよ。すいません、なんか新内なんかと話していただいてみたいな。だからフランクに、こんにちはみたいなことを言えるような人になろうと思ってます。はい、それではここで1曲、すごい人狼でみんな仲良くなってるなって思っている中、人狼が終わって談笑している時に、私一人だけ誰とも喋ってなかった時にこれを感じました。乃木坂46で孤独な青空。